回栗林でした。そうですね、今日は投げさせないかと思ったら、このマウンドに上げてきました新井監督です。山本さん、栗林は昨日会長にピッチング進めていたんですが、最後の1球青木にフォークデッドボール会場になった後の今日のマウンドなんですよね。そうですね、まあ、それも当然ね、ちょっとこう感覚を上げてあげたいっていうのもね、はい、あると思うんですけども、それよりも本当に西野の2人のピッチャーが連投してるっていうところ、はい、で次の阪神戦も多分こうもつれる、はい、雨になるかなというところで、やっぱり栗林持ってきたんじゃないかなと思いますけどね。だからずっとね、コンサートずっと最後誰投げやった誰投げやったずっと話をしてたんですけど、昨日、おとといとセーブを上げていた矢先、そして日曜日の試合はセーブシチュエーションでこの栗林を登板させました。新井監督はその勝負どころでは矢崎にも3連投、4連投というのはあるけれども、そこまでは疲労というものを分散させていきたいそう話していた中で、今日は3連投となる矢崎ではなく栗林です。このままいくとカープは10連勝当たることになります。この試合の冒頭でもお伝えしたんですが、山本さん、今日もここまで接戦できました。9試合、そしてこの10試合目の今日も接戦を勝ち切れるかというカープになります。終盤に来てのこういった得点ですから、はい、非常に大きいですよね。初球はインコースに行きました。先ほどダイソーの矢野がショートに入っています。小園はセカンドに回りました。根本がレフトへ、セカンド小園、レフト上本、ショート矢野というシフトに変わっています。そしてマウンド上には栗林です。2ボールとなって歓声が送られます。マウンド上の栗林を見つめる送り出した新井監督です。野村さん、監督としてもやはりこの栗林を送り出す気持ちはいろいろなものがあると思いますが。そうですね、やっぱり配慮っていうのも考えたとは思うんですけども、はい、今日のゲームの中で後ろのセットアッパーが島内、矢崎っていうところの疲労度ということを優先したんでしょうね。10連勝、そして首位タイガースも現在ビハインドの展開で試合は進んでいます。打球はサードへ、あらかどって一塁送球、少しそれましたがタッチしてアウトです。ワンアウト。いや、山本さん、これあるいはどうでしょうか、お客さんはこの甲子園球場の経過を知りながらということでしょうか。あ、そしてリクエストが出ました。リクエストがありました。中津監督によるリクエストです。いや、山本さん、本当に球場のボルテージというのも上がってきましたね。ねえ、まあ、これは甲子園のあれで上がってくるの？どうでしょうか、あるいはその経過を見ながらということもあるかもしれませんが、野村さん、本当に9連勝、そしてこの試合も、まあ、甲子園のゲームっていう今日のゲームを勝ったってことでね、ファンの人たちは注目してるんだと思うんですけども、はい、
ね、ファンの人たちは、まあ、勝てば負ければというところであるとは思うんですけど、まあ、スリーボールからね、よくアウトのリクエストになってますけど、そして試合の途中ですが、広島テレビをご覧の皆様は間もなく野球中継を終了させていただきます。試合速報は広島テレビアプリとデータ放送でご覧いただけます。3点リード、今日も接戦で9回の攻防を迎えています。10連勝なるか、カープです。リクエストの結果、アウトになりました。まず9回最初のアウトを取った栗林です。レフトスタンド陣取るスワローズファンからファンファーレが鳴り響きました。4番の村上バッターボックスです。山本さん、栗林は3ボールになりましたが、結果最初のバッターを落ち着いて打ち取るという形になりましたね。村上初球を打って、これもサードへの当たり、今シーズン9勝目、キャリア最多の9勝目を手にするということになります。9連勝で迎えたカープ、今日のゲームも終盤ドラマが待っていました。7回に勝ち越し、8回にチームのミスも取り返す追加点。セカンド小園が右手を上げる、落下点掴みました。カープ10連勝です。4対1、この息を吐いた栗林、レイヤーの登板を取り返しました。10連勝をマークしました。いずれも接戦、今夜も接戦を勝ち切ったという広島東洋カープ。野村さん、本当に新井監督の言葉にはありますが、チームが戦いながら強くなっている、そんな風に感じますね。まあ、そうですね、もう僕も今コーさんに言われた通りですね。本当にもうゲームするごとに力つけてるなっていうところと、本当に一つになってね、この1点を取りに行こう、この回が大切とか、ね、まさに点を取った8回ですかね、はい、まあ、3ボールから3ボール2スリー、そこからヒットを打って繋いでね、もう相手からすると嫌ですよ。フォアボール出したらカープにも点取られるとかね、カウント悪くしたら打たれるとかね、そういったことがどん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 こう相手に与えるイメージのしかかってくるんじゃないかなと思いますね。4対1、画面に映し出されています、相澤の2打席連続のタイムリーヒット、そして堂林。